尾張さん、いますか？待ってくれ、俺のバカリア！うえ！はあ、なんだ、夢か。あ？いや、レイジ君おはよう。どうしたんだい？そんなところに転がって。おはようございます。いや、悪かったね。寝落ちしてしまったみたいだ。それで俺の部屋に来たってことは何か用があったんじゃないのかい？ああ、そうでした。少女 A のことなんですけど、結局昨日は少女 A をどうやって扉まで連れていくか結論が出なかったじゃないですか。ああ、その件なら問題ないよ。昨日ちゃんと結論は出たからね。え、そうなんですか？ま、君は扉を探すのに専念してくれたまえ。作戦を実行するにも扉が見つからなきゃ話にならないからね。はあ。13って書いてある扉を見つければいいんだよね。人の目につきにくい場所にあるんだっけ？まあ、手当たり次第探してみるしかないわね。我が輩のダウンジングロッドをもってすれば、そのようなこと造作もないことだ。イルカ、あなたまたそんな役に立たないものを持ってきたの？以前は妨害電波の影響を受けていただけである。だが今回は問題ない。必ずや見つけてみせようぞ。もしもし、夏美さん、どうかしたんですか？あの、私エラースポットを見つけたかもしれない。でも何かに阻まれてて先に行けないのよね。もしかしたらこの先に扉があるんじゃないかと思っているのだけど。確かにそれは怪しいですね。私にはどうにもできそうにないし、とりあえず確認しに来てくれないかしら。わかりました。すぐに向かいます。今どこですか？浅草地下街よ。ずっと歩くと封鎖された通路があるわ。その先よ。浅草地下街の封鎖された通路の先ですね。わかりました。
お待たせしました。遅いわよ、早くこっちに来て。ここなのだけど。あなたも触ってみて。何ですかねこれ、まるでバリアみたいな。これって出口さんの言っていた組織が仕掛けたものなのではないかしら。その可能性はありますね。そもそも見えない壁なんていう現実にありえないもの、わざと作らない限り存在するはずがありませんし。どうにかしてこの見えない壁を突破できればこの先を調べられるのだけど、見えないのにすり抜けられないなんてどうすればいいの。夏美さん、ちょっと試してみたいことがあるんですけど。試してみたいこと？はい、デバッグを使ってみようと思うんです。確か当たり判定をオンオフにできる機能があったんで。そういえばそんなことをオワリが説明してたわね。いまいちピンときていなかったのだけど。つまり当たり判定をオフにしたらこの透明な壁も通り抜けられるんじゃないでしょうか。そうね、やってみる価値はあると思うわ。すり抜けたわ。これって詳しいことはオワリさんかタチアナに調べてもらわなくちゃなりませんけど、僕は間違いないと思います。でも夏美さん、よくこんな場所を見つけましたね。すごいですよ。この場所はたまに来るのよ。周りに人がいるのに耐えられなくなった時、人気のないここに来て自分自身と向かい合うの。光の届かない地下迷宮にいる気分でね。この場所は静かで空気がよどんでいて一人で鬱になるにもちょうどいいのよ。そのことを思い出したから。何よ、何か文句でもあるのかしら。いえ、文句なんかありません。孤独を愛する夏美さんの行動が結果的に秘密の扉を見つけたわけですから。なんだかトゲのある言い方ね。まあいいわ、聞かなかったことにしてあげるわよ。それでこれからどうするつもり？僕たちにできるのはここまでです。一旦事務所へ戻りましょう。あ、帰る途中でみんなに連絡を入れておいた方がいいですね。オワリさんとタチアナにも報告しておけばプログラムが完成次第すぐにここに来ることができますから。わかったわ。それじゃあ一旦基地に戻りましょう。それから私が一人になりたい時に地下街をうどついていること、他言は無用よ。特に浅野にはね。わかりました、そこは秘密にしておきますから安心してください。ありがとう。やはり最初にあなたに連絡して正解だったわね。え、何ですか？なんでもないわ。とにかくありがとう。この私が珍しくあなた程度の人間に感謝しているのだから光栄に思いなさい。
夏美、レイジ、扉を見つけたって本当なわけ？本当です。まあ見つけたのは夏美さんなんですけどね。わあ、本当だ。なっちゃんすごい。浅草地下街か。確かに怪しい場所ではあったな。もっと早くに気づくべきだったか。でも夏美、どうしてあんなとこを探そうと思ったわけ？あんたが行きそうな場所じゃないでしょ。それは。だからこそですよ。普段行かない場所だからこそ怪しいんじゃないかって思ったんです。そうですよね、夏美さん。ええ、その通りよ。まあ別にいいけどね。とにかくこれで扉は見つかったわけだし、あとはプログラムよね。オワリさんとタチアナは？会議スペースでずっと揉めてるみたい。それが終わらなきゃ動きようがないわね。タニチカ、だから何度も言ってるだろ。そんなではプログラムのポテンシャルを最大限に発揮することはできない。何を言うのだ。世界の方こそ間違ってるのだ。タニアの意見に従うべきなのだ。レイジ君、夏美、聞いたよ。ついに扉を見つけたそうだね。そこにあると思われるターミナルコンピューターからプログラムを流し込めばミッションは完了だ。だが申し訳ない。その肝心のプログラムがまだ未完成でね。あと少しなんだが、ダニチカが頑固で困っているんだよ。頑固なのは世界の方なのだ。さっさとターニャの言う通りにすれば問題は解決なのだ。あの、どんな部分で揉めてるんでしょうか。名前だ。名前なのだ。名前？そうだ。俺はゼロ式機関プログラムにしようと言っているのに、アーニチカのやつがうんと言わないのだよ。そんな可愛くない名前は嫌なのだ。お家に帰るくんしかありえないのだ。ゼロ式機関プログラムだ。お家に帰るくんなのだ。ちょっと待ってください。決まってないのはプログラムの名前で、プログラム自体は完成してるってことですか。ああ、その通りだが、それがどうかしたかね。ターニャ天才だからな。プログラムなんて3時間も前に完成してたのだ。うん、名前って大事だもんね。しっかり考えないと後で後悔するからね。全てのものは名前を得ることで初めてこの世界に存在することができるのだ。ひたすら悩むしか道はなかろう。ゼロ式機関プログラムだ。お家に帰るくんなのだ。ゼロ式機関プログラムだ。お家に帰るくんなのだ。ゼロ式機関プログラムだ。お家に帰るくんなのだ。わかりました。じゃあもう2つを合体させてゼロに帰るくんでどうですか。ゼロに帰るくん。
それだ。それなのだ。今この時をもってプログラム名はゼロに帰る君としよう。でかしたよレイジ君。レイジ、ノーベル賞級のアイデアなのだ。谷が褒めてやるのだ。自分で言っておいてなんですけど、本当にいいんですか？いいに決まっているだろう。何よりも俺がこだわりたかったゼロという響きが入っているのだからね。ターニャが大好きなカエル君が入ってるのだ。何の問題もないのだ。扉があるのは浅草地下街の奥だった。それじゃ早速向かうとしようか。終わり。プログラムの方は？それならもう準備済みだよ。あとはこのラベルを貼れば完成だ。では諸君、現実世界に戻るべくミッションを開始しようではないか。の、オワリさん、少女 A の問題はどうなったんですか？まさか忘れてるわけじゃないですよね？あ、そうよ。このまま少女 A を連れてったら黒服に見つかっちゃうじゃない。もちろん忘れてなどいないさ。とっておきの秘策を用意しているよ。秘策か。実にいい響きではないか。世界、早く聞かせてくれ。ああ、それはだな。みんな、準備はいいか？では、作戦コードネーム、少女 A to Z、始動！よし！全員ポジションにつけ！私が変態エッチこと少女エッチよ。F カップの少女 F。 はあ、あの、そのエロスダークエンジェルことチルドレンの C こと少女 C なのだ。ビニューノーって、なんで私がこんなこと言わなきゃいけないのよ。もうお姉ちゃん、ちゃんと美乳の B こと少女 B って言わなきゃダメだよ。あ、A ちゃん、鳥よろしくね。はい、少女 A こと少女 A です。みんな合わせて少女 A シスターズ。あの、これみんなでやる必要あったんですけ？当たり前だろ。きちんとポーズを決めておかないと作戦として盛り上がらんだろ。所詮はプログラムされた AI、 この程度の状況で混乱するとは恐れるに足らん。では手はず通り3回だ。それで、秘策というのは何なの？それは…ズバリ、変装作戦だ！やりました！ユーナの作戦が採用されたのです！
それ本気で言ってるの？昨日のレイジの女装見たでしょ？あのクオリティじゃ黒服は欺けないわよ。我が輩、さすがにレイジの二の舞を演じたくはないぞ。世界、一人で悩んでた頃正常な判断ができなくなってしまったのだな。しょうがないから、ターニャがもう一度考えてやってもいいぞ。そうですよ、一度冷静になって考え直しましょう。いや、この作戦で問題ないよ。とはいえ、昨日のレイジ君のように少女 A のコスプレをするわけじゃないけどね。それならどうやって少女 A に変装するというの？君たち、すっかり忘れているようだけど、ここは新世界なんだよ。つまり現実世界の感覚で物事を考えちゃいけないってことだ。俺がやろうとしているのはデバッグ君による仮想世界の拡張だ。は？どういうこと？なるほどな。ターニャたちの外見データを少女 A の外見データに書き換えるってことか。ここがプログラムで作られた世界であれば、外見データを書き換えることで完璧に少女 A に変装することができるのだ。昨日レイジ君が少女 A の変装をしている時にひらめいたのさ。ユーノのアイデアとレイジ君のコスプレのおかげだね。へへへ、褒められちゃいました。なんとなく分かった気がするわ。で、私たちはどうすればいいの？今からみんなのスマホに入れたデバッグ君をアップデートする。そうすればこうやって。ボタン一つで少女 A に早変わりだ。黒服に捕まりそうになった時は、少女 A に書き換えたデータを元に戻せば、奴らに捕まることはないはずだ。おお、すごいのだ。これならブラックメンも騙せるのだ。面白そう。ユウノもやってみたいな。ねえ、ガラケー派の私はどうすればいいのかしら。そうだな、今回は俺もスマホを使うから、ターニチカ、お前さんのスマホを貸してやってくれ。ターニチカは自分のハンドヘルド PC があるから、それでデバッグ君を起動できるだろう。うん、分かったのだ。仕方ないから夏美に貸してやるのだ。感謝するのだぞ。仕方ない。あ、違うのだ。です、夏美さんにぜひ使ってほしいです。そう、ならありがたく使わせてもらうわ。これでみんなにデバッグ君が行き渡ったね。黒服の脅威についてはみんなの方が分かっていると思うが、本作戦にはかなりの危険が伴う。先ほども言ったように、デバッグ君をうまく活用して黒服たちを欺いてほしい。浅草を舞台にした鬼ごっこか。我が輩の漆黒の血がたぎる。鬼ごっこならユウノ負けないよ。私も黒服たちを出し抜いてやるわ。運動はあまり得意ではないけど、デバッグ君を使えばなんとかなるでしょう。タチアナ、一人で大丈夫か？うん、ターニャは一人前の大人のレディーだからな。心配しなくても平気なのだ。私も絶対に地下街にたどり着いてみせます。ま、何か困ったことがあったら各自連絡を取るようにね。わかりました。では
これから本作戦のコードネームは少女 A to Z とする。あれ、僕たち全員で8人ですよね。だったら少女 A to H なんじゃ。そんなものは雰囲気だよ。 A to H より A to Z の方がなんとなく収まりがいいだろう。ではデバッグのアップデートが終わり次第作戦開始だ。よし、これで。はい、こちら少女 E です。こちら変態のエッジこと少女エッジよ。あらあら少女 E、 名乗るときはエロスの E こと少女 E と決めたじゃないの。今後は勝手にはしょらないようにね。はあ、やっぱりこの名乗り長くないですか。普通に名前で呼んだ方が分かりやすいと思うんですけど。何を言ってるのよ、普通に呼んだら格好がつかないじゃないの。ま、これだけ普通に話せているし、君の方は順調のようだね。それじゃあ引き続き黒服をかく乱してちょうだい。切れた。Thank you.